ついにスクールアリーナトーナメント予選の初試合。試合の前に私が、ちょっと、生徒会長はあんただけど選手団の団長は私よ。どうしてあんたが先に話してるの？せっかくかっこよく決めようと思ってたのに。生徒会長が学園のトップなんだから当然のことよ。喧嘩なんてしている場合じゃないわよ。もうすぐし、とにかく今日から長い戦いが始まる。みんな優勝を目指そう。私たち一勝もしたことないのに。戦う前からひるんでちゃ勝てるものも勝てない。みんな気合い入れて。ちょっと、私の話も少しは聞きなさいよ。でも生徒会がみんなを集めてくれ。私たちは同じチームなのよ。力を合わせないと。ほら、みんなしっかり気合い、よし、ファイト。緊張しますね。誰が緊張なんか。深呼吸をして心を落ち着かせるといいわ。怖いな、試合だなんて。ちょっと、もう怖がってるの？しっかりしてよ。犯人を捕まえられなかった。私のせいです。こんなんのことさ、もっと頑張ります。後悔させてやるんだから。次は絶対に負けないから。大丈夫、私たちは強いわ。会長、避けてください。ここは私にお任せください。一緒に戦うわ。仲間が来るまでできるか。あんたたちが優勝一勝もできないくせに。さくら、とっとと負けて帰りなさい。会長、大丈夫？これが大丈夫に見える？急いで来たんだけど。同じようなのが一人二人増えたからって変わることは何にもないわ。これで終わりよ。こんな時にあの人さえいれば。あら、あの子授業中に居眠りをしているのかしら。ちょっとそこの転校生、転校生起きなさい。こら転校生、登校初日から居眠りだなんて。あなた名前は？転校したばかりで疲れているのかもしれないけど、授業中に寝るのはダメよ。気をつけなさいね。今日の授業はここまで。みんな気をつけて帰宅しなさい。わーお！
授業は終わったの？遊ぼう。アンナ、遊びに来たわけじゃないだろ。私たちはこの方を護衛するためにいるんだ。そのことを分かっているのか？ユウ先輩はいつも怒ってばっかり。会長の命令でなければこんな任務は絶対に引き受けないのに。でもまたスクールライフを満喫できるだなんて、あんな嬉しい。スクールライフの何がいいんだ？しかも私は正規の。っていう先輩のためにこのアンナちゃんが準備しましたよ。スクールライフの A to Z は、エリカ、準備完了しました。命令をお願いします。伝統のお茶を用意いたしました。冷めないうちにどうぞ。次もその次も絶対に勝つ。いたずらしてる時が一番楽しい。いつも感謝しています。
マスター。マスターへの忠誠心なら誰にも負けません。ご主人様にご奉仕することが私の幸せです。これが自分の実力だ。全弾発射、急所を狙え。次もその次も絶対に勝つ。いたずらしてる時が一番楽しい。いつも感謝しています、マスター。マスターへの忠誠心なら誰にも負けません。ご主人様にご奉仕することが私の幸せです。ここが生徒会室だよ。入ってみて。敬礼。エリカ、入室いたします。はぁ、学校で敬礼。普通にノックして入ってくればいい。どうぞこちらへ。やっほー、アンナ参上だよ。生徒会室に何の用？いやー怖い人。私たちは生徒会長に学校。アンナ、あまりおちゃらけるなよ。誤解を招くかも。わかりましたよ先輩。そんなに睨まないで。待ってたわよ組織の皆さん。あららら、あなたが女王って呼ばれてる生徒会。そうよ、私が生徒会長のユリカ。雰囲気出てる。まるで女王様みたい。ほれ、はあ、お前は少し黙ってろ。敬礼。責任者のエリカと申します。我々がいるのに。学校生活はそんなに甘くない。申し訳ございません。学校は戦場同様、あの人我々の手助けなし。それでいいのでは。何を言ってるの。残りの学校生活を棒に振るつもり。違います。会長、何か考えがあるのならはっきり言ってほしいのだが。よくわかってるわね。入学の条件として私たちからも。何でしょう。まずは実力を見せてもらいます。生徒会集合。生徒会全員揃いました。全員 SA トレーニング準備。ここ室内なんだけど。本当に攻撃してくるぞ。みんな備えろ。外に逃げた方がいいと思います。マスター、では指揮をお願いしますね。これが自分の実力だ。全弾発射、急所を狙え。逃げてなんかないですよ。次もその次も絶対に勝つ。Thank you.
れが自分の実力だ。剣弾発射、急所を狙え。次もその次も絶対に勝ってる時が一番楽しい。いつも感謝しています、マスター。マスターへの忠誠心なら誰にも負けません。ご主人様にご奉仕することが私の幸せです。Thank you.